表面が剥げ落ちた土塀日本三平の一つ、西宮神社の大練り米土塀は、粘土質の土や泥に、石灰とふのりに加え、菜種油、水、バラなどの天然素材だけで作られた伝統的な塀である。日本をはじめ、韓国、中国などアジアの国々に多く見られる。土塀はかつては、日本のどこでも見られた極めて基本的な塀の作りで、あり、古くなり、 口始めてからは、また異なった味を醸し出し、日本人の美学に馴染む非常に優れたものであったが、近年、より安価なブロック塀をはじめ、コンクリート製の広報の勘弁な多くの製品に押され、また、左官職人の減少や、ハウスメーカーの進出などによって、新築されることが少なくなってきた。赤土に、菜種油を混ぜて作った土塀は特に湯土塀と呼ばれることもあり、 通常のものより強度が高く、対抗性にも優れる。伝統的な技術を有する職人によって、日時をかけ、作られ、地域によって、多少の作り方の相違は見られるものの、基本的には、以下の方法によって作られる。粘土質である、山戸や土を採取し乾燥させ、石灰とふのりを加える。材料はほとんどは地元で採れたものを使うことが多く、 その方がその土地の風土や気候にかなっており、合理的である。材料の混合比率はその土質や風土、気候、思考の際の天候、季節などによっても異なるが、職人の感によるところが大きい。また、この混合比率を誤ると、ひび割れなどの原因ともなる。次に、菜種油と水と藁を加えよく練り上げる。藁は、つなぎの役割を果たし、 割れの防止や強度を高める目的で使われる。これをよく片練りするまで混ぜ上げる。粘りが出たところで、団子状に適度な大きさに丸める。2の団子を隙間なく基礎状外側、内側に同様に並べ、間には石を置き、敷き詰める。隙間ができるが、そこにも泥団子を塗り、隙間ができないように丁寧に詰めていく。1番目の外側、 内側の団子の間に強度を保つ目的で藁を置く。さらに二段目以降を水糸を使い水平に注意しながら同様に施工していく。平の屋根に当たる箇所には下地として板を張り、隙間は泥で埋め、傾斜をつける。板の上はさらに泥で塗り固め、後に瓦の土台となる板を張り、小半径平瓦を先に拭いてゆき、さらに胸瓦を拭く。 この際、漆喰を使い防水効果を図る。土塀が乾くまで待った後、中塗り、本塗りの順で仕上げ塗りを行う。この場合使用される素材には、下地に使ったような粘土質のものではなく、新砂土、漆喰などが使われる。完全に乾ききる前に模様付けなどを行う。これらの作業は時間との戦いとなるため、左官職人総出で,で行われるのが普通である。以上の工程は、 基本的なものであるが、時に土塀の合間に古い瓦などを入れたり、土塀の表面に様々な趣向を凝らした模様を入れたりする、佐賀県有田町の重要伝統的建造物群保存地区にある、鎌本から出る陶器の廃材を利用して作られた、この地方独特の大火ンガ兵のこと、ありがとうございます。